はようございます。今日は小倉優ちゃんのエンジョイの撮影に来てます。スタジオはこちらです。錦糸町、まあなんかダンス練習スタジオみたいな感じなんですけど、今回は緑のバックで撮影していくので、まあどこでもよかったんです。ここで行きます。真っ暗です。スタジオこんな感じです。何もありません。何もありません。荷物だけです。グリーンバック、グリーンバックです。以上、手直ししました。手直しはね、まずここがね、長すぎたのと大きすぎて切りました。あとスカートも長かったので切りました。前日、本番の前日の4時間で頑張りました。あとここの袖切る、長かったので短くちょん切りました。あ、でもちょっと失敗したと言ったら、ちょっとこの水色が濃かったかなってぐらいですね。なんかもうちょっと薄かったかなって気持ち。あとは別に特にないんじゃないでしょうか。はい。あ、靴下げられました。違う靴が届きました。以上です。バイバイ。なんだかんだの、なんだかんだで、アネムザウルスです。今日は朝6時半に起きたよ。アネムザウルスです。今回は緑バッグなので、なんかいろいろとね、カメラマンさんが大変ですね。私はここに立って踊るだけなんですよ。間違いなければ大丈夫でます。大丈夫ます。ずっと前から父の子供のアーニャです。父嘘つき、でもかっこいい嘘つき。いくよ。あー、アーニャ母いなくて寂しい、母の存在恋しい。だったら最初のさっきのやつの方がいいな。終わりました。撮影終わりました。なんかズームいっぱいあったので顔作るのが大変でした。梅干しみたいな顔しちゃいました。
お楽しみに。あ、お楽しみに？お楽しみなのこれ。動画見てねー。